神戸市中央区にある神戸赤十字病院で倉庫に備蓄してあったマスク6000枚が盗まれていたことが分かりました。警察は窃盗事件として調べています。神戸赤十字病院によりますと、今月13日、病院内の倉庫から段ボール4箱に入ったマスク6000枚合わせて4万円相当が盗まれていたことが分かったということです。今月3日に職員が在庫を確認したときには異常はなく、倉庫は普段施錠されていて、職員や業者のみが立ち入る場所だということです。盗まれたマスクは緊急用に備蓄していたもので、医療業務に支障はないということです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクは高額で転売されるケースもあり、警察が窃盗事件として捜査しています。